はいえー、本日も1億円シリーズをやっていこうかと思います、えー、ビジネスというのは会いたい人になるっていうことが一つのキーワードだと思うんですよ自分が誰かにとって会いたい人になっていればビジネスっていうのはうまくいくのではないかなと思います少なくとも会いたい人になっていなければうまくいきようがないんですよね誰も来ないですからお客さん来ないですからファンが来ないですからねじゃあ次はですねまた会いたくなるっていうのはどういうことかっていうことですよねこれはですねリピーターってことです またた会いたくなるってことですよねじゃあここを分析していくと今回エホバの商人さんとか NHK の集金人さんとかあとたまにね選挙の前になると共産党の方っていうのがね家に来ることもあると思うんですよじゃあこういう方っていうのは何をやられたら嫌なのかな何をやられたら喜ぶのかなっていうふうに考えてみてくださいいろんなところに行って断られたりとか怒られたりとか文句言われたりとかするわけですよ、ね、その中で温かく迎えてくれる人っていうのをどういうふうに考えるかあこの人 会えてよかったな、また会いたいなっていうふうに感じるんじゃないですかね。えー、それともですね多くの方はこう考えてるかもしれません。追いいいい返す方にまた会いた会いんだよっていう,うにねどうですかね確かに訪問する側としては何回断られても行くっていうようなねそんな教育を受けてる部分があると思いますけどもただねできれば行った時になるべく少ない回数で自分の目的話を聞いてもらうっていう自分の目的を達成したいはずなんですよ。となるとですね私たちがやるべきことっていうのは常にです。 訪問を受けた受けないに関わらず、常に目の前の人をどのように喜ばしてあげれるかなってことを考えていくんですよ。100人やったら100人です。コンビニで商品を買っても、その時にこのコンビニの店員さんはどんな対応すれば、どんな顧客としての対応すれば喜んでくれるかなってことを考えると、やることって変わると思うんですよね。例えば、列を乱さずに並ぶとか、商品を丁寧に扱うとか、 あレジの方にね迷惑にならないようなお釣り銭がかからないような状態で、えー、払っていくとかね、えー、いろいろあると思います、えー、そして会計が終わったら「ありがとうねお疲れ様っていう風なねこんなことを声をかけるお客様だったら店員さんっていうのも働いてねどん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 やる気が出てくるんではないかなと思うんですよ。 逆にですね、ふてくされた態度をお客さんが取ったり、偉そうにしたりとか、ああ、自分は神様なんだからっていう風な態度を取ると、店員さんって不愉快になると思うんですよ。不愉快になれば、気持ち落ちますよね、モチベーションが。そうすると、サービスレベルもやっぱり頑張っても落ちる時が出てくるわけですよ。そうなると、お客さんも店員さんも落ちていくってことで、あんまりいいことはないです。 じゃあ逆にお客様が店員さんを盛り上げるような役割をやったりとか店員さんがお客さんに尽くしていくって形を取るとどうでしょうか両方ともいい感じになりますよね。そういうところでねやっぱり私たちは在宅していても NHK さんが来ても宗教の方が来てもねエホバの商人さん来てもそれから共産党の方が来ても温かく迎え入れてあげてとりあえず話を聞いてみるってお互いを理解しようと努めるってことを始めてみたらいいんじゃないかなと思うんですよ。それが何よりもビジネスのトレーニングになるんですよね。 多くの方っていうのは自分のお金になりそうなら自分のメリットになりそうなら自分のお客さんになりそうだったら身を乗り出していきなり丁寧になるんですよこういうふうな表判ぶりって果たして正直なんですかねうんずるくないですかねよろしいんでしょうかね100人来たら100人に貸し付くような気持ちっていうのが多くの方の信頼を呼んで好感を呼んでビジネスを成り立たせるんじゃないかなと思うんですよ、まあ、ですんでね誰一人自分が拒むような選ぶようなそんなね偉そうな人間ではないわけですよ我々は そういうい意味では自己否定量を使ってみてみしいと思うんですよ自分はまだまだ何者にもなってないのでそんなに人を断れるような身分じゃないですよとだからとりあえずわざわざ足を向けて自分なんかのところにね来てくれた人に対しては最大級のおもてなしをしようじゃないかっていうふうに考えていくことによって道は開けるんじゃないかなと思います。 もう私はね何もね NHK と契約をしろってわけではないですよ。契約したければすればいいですし、お金を払いたければ払,い払ってもいいと思うんですよ。ただそれとですね、自分の家に訪問してくれた一人の人間をどう扱うかは別なんですよ。 一人の人が自分の時間、自分の労力をかけて、自分のお宅に、家にですね、わざわざ来てくれたわけなんですよ。そのことについては、ありがとうねというふうなね、もてなしの精神があってもいいと思うんですよ。それと契約とか宗教に入るかどうかまた別なんですよね。だからまず人間対人間としての付き合いができない人に、ビジネスっていう場にね、戦って勝てるわけがないと私は思うんですよね。ビジネスっていうのは本当に信頼関係がものを言う世界です。信頼関係っていうのはどうやって身,あの身につけるかと言いますと、自分にはメリットがないかも かもしれませんけども目の前の人のお得のためなら自分が何ができるかなって考えることだと思うんですよねまさにあのお客様神様どころかビジネスをしている人が神様の領域に行かないとならないんじゃないかなと思うんですけど皆さんいかがでしょうかでは以上でございます